自動車メーカーのマツダは、社内のサーバーに不正なアクセスがあり、社員などの個人情報10万4000件余りが流出した恐れがあることを明らかにしました。マツダによると、7月24日、サーバーを経由した不正な通信を検知、外部の専門家が調査したところ、マツダの社員や部品メーカーの担当者らの個人情報が 最大10万4 0件余り流出した可能性があることが分かりましたこの中には氏名やメールアドレス電話番号などが含まれています数件の ID が不正アクセスに使用されていましたが対策を講じたため生産などの業務に影響はないとしています顧客の個人情報は流出していないということです マツダは不正アクセスの影響の内容や規模を把握するのに時間を要したとしています。